スターバックスコーヒーでは、こちらが新作のドリンクです。おお、これは何ですか？オリーブオイルを使った朝におすすめのコーヒーです。オリーブオイル。厳選されたオリーブオイルにミルクなどを入れて、きめ細かく泡立ててムースフォームに。朝にぴったりのちょっぴり贅沢なコーヒードリンクなんです。そのお味は、滑らか。オリーブオイルの香りがコーヒーの味わいを深めてくれています。新しい組み合わせで新感覚です。今日はこの春に飲みたい新作ドリンクをチェック。中目黒にある七篠桜菓子店は、桜のケーキやパフェが楽しめる期間限定の桜スイーツ専門店。ドリンクはというと、桜らしい優しいピンクの色で癒されました。ピンク色で見た目も綺麗で。それがこちら。でもピンクじゃないですよね。実は付属のソースを入れると、わあ、かわいい。綺麗な2層の桜オレになるんです。桜のソースは、隠し味にいちごソースとお塩を加えることで桜の味をさらに引き立たせています。そこにミルクと生クリームを入れて混ぜ合わせれば、鮮やかなピンク色の桜ソースが完成。いちご風味の桜ソースとふわふわのミルクのハーモニーが楽しめます。そのお味は、ふわふわ。はじめに桜の甘じょっぱさが感じられて、後からミルクのまろやかな味わいも楽しめます。続いてディーン&デルーカへ。季節ごとに旬の食材が楽しめるフルーツジュースが人気。今年の春はいちごを使ったドリンク、果肉感がたっぷりのストロベリージュース。福岡県産のあまおうのみを使用しています。大粒で甘みと酸味のバランスに優れた福岡県産のあまおうだけを使用。しかも完熟のあまおう 100%。 濃厚でみずみずしいストロベリージュースが味わえます。おいしい。つぶつぶとした食感があっていちご感たっぷりです。甘みと酸味のバランスが良くてとっても爽やかです。タリーズコーヒーにも春限定ドリンクが登場。ちょうどいい甘さで濃厚で美味しかったです。すごく相性良かったです。それが桜と抹茶のシェイク。芳醇な香りの抹茶には、京都府産の香り高い宇治抹茶を使用しています。その上に桜風味のシェイクを、さらに甘い桜ソースと抹茶パウダーなどをトッピング。春限定の桜と抹茶のシェイクの完成です。美味しい。ほろ苦い抹茶が桜の甘みを引き立てています。クリーミーな桜の風味が広がって上品な味わいです。皆さんはどのドリンクが気になりましたか？